お疲れでした。長かったですね。今日のなんかオーディションで心に残ってる選手とか、なんかこいつ面白いなとか印象残った人いますか？すげえとんでもねえキチガリみたいな毎回いません？あ、分かった、あの喧嘩自慢の人でしょ。喧嘩自慢じゃないですよ、違う、そっち系じゃないですね。あ、そんな人、いろいろ多分結構面白いことはあったんじゃないですかね。本当ですか？誰が殴ったりとか。はい、いや、あの、僕はちゃんと言っときました。ことわざで、短期は損切って言葉が出ますよって言ったらお前に言われたくねえって周りの奴らがみんな言ってましたよ。おい、関谷さん、切れやすいんですか？え、僕そんなことないですよ。そうですね、はい、僕はめちゃくちゃ、温厚なんで。温厚になったっていう感じ？もともと温厚ですよ。あ、そうですか。怒んないんで、怒れない人なんで、はい、俺、11のオーディションの帰りに、はい、そこで、オーディションの多分参加した徳島のことを、はい、殴り合いになって、え、外で、それやばいじゃないですか。ね、本当に、なんだろうな、こうすれ違いざまに目があった、はい、だけでも喧嘩になることが俺この年ではない。ないっすよ、やめてください。なんかすごいお互いにパッて一瞬火がついて、おらーって、ちょっとやめてくださいよ。で、俺もなんでか分かんなくて、でも俺もやっぱその、なんだろう、俺やっぱね、こんなんだけど一応ガチモンですよね。許容あるから、はい、ちゃんと、運営さんとかに迷惑かかっちゃいけない。いや、やめですよ。会場前でしょ、カメラ回ってないっていうのは、やめですよ。言ったんだけど、はい、相手が止まんなくて、セキュリティーわー来て、で、終わったんですけど、ね、それがね、今日ね、オーディション来て。分かった、福井裕太くんだ。あの友達。あの友達？へぇ、福井裕太くん強いっすけどね。強いっすよ、ね。はい、強い。の友達がいるんだ。友達もいて、はい。で、今日、オーディション来るから、待っとけ。俺はじゃあここでやるんだったらお家でやろうやって言ったらもう本当に来て、でスパーリングで来ました。あ、スパーリングでぶっ倒しちゃったんですか？それは基本ないですよね、試合。あ、これでやりたいって言ったやつの日やっちゃってんだから。いやでも準備して、はい、準備して絶対決まるかもしれないですか、また誰か怪我して。あ、そうですね。俺いつも基本的に試合って出れるんで、はい、減量もないし体重も関係ないから。いやでも本当に戦う必要ないのに、なんで、まあ、やっぱ楽しいからやってるってことですよね。ね、本当ずっと離れてたけど、またブレイキングダウンで去年の4月に戻ってきたから、やっぱまた火がついちゃいました。でも楽しい、毎月試合したいと思って。客多いしね。客が多いとかでも通るんじゃなくて楽しいですよね。はい、普通の世界じゃないじゃないですか。そうですね。こっちで決めるっていうで、お客さん見てるの、うん、最高ですよ。やっぱ面白いんだよね。だってめっちゃ金稼いでいろんな人に慕われても、なんかね、楽しいことってそうないですもんね。じゃあちょっと引き続き、そうですね、よろしくお願いします。はい。